もうじき発売される2リットル入りのペットボトルの帯にお嬢さんの俳句が載ります。羽鳥かな子というんですが、こういう俳句でございます。冬将軍いつになったら倒れるの。可愛らしいですよね。もう一つはですね、今日前座の画家来金冠さんが今年の6月に2つ目になることが決まりました。2つ目になりますとなかなかこの場で前座していただけなくなってしまうんですけれども、とてもめでたいことで、今度は自分の会を始めると思いますので、その時はぜひ、応援をしていただきたいと思っております。これ声に出して教えてしまいますと皆の者たちに知られてしまいますから言いやすく、顎でもって右だ右だって教えた。これを見ました申し上げ、ご主君様かたじけないと左の方へ。ございます。今年もどうぞ皆様よろしくお願いをいたします。新作というのではね、作ってると、ここも入れたい、ここも入れたい、あそこもやりたいとこう思うんですね。でだん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 話が長くなってしまって、そのお話の頃は鎌倉八代の執権北条時宗の御世でございます。それはまるでキリスト様のような、この時代にこの尼さんがキリスト様のことを知っていたかどうかというのは疑問でございますけれども、これが講談でございましてね。でもよく考えてみれば、マリア様に宿って生まれていらしたキリスト様、人間の身に変わってきた菩薩様もそうなんだそうです。ですから宗教というのは根本のところもう本当に一つではないかと思うゆえんでございますけれども、一陽来復をいたしまして、ひととせの春、世は改まの春なれ。一辺来光には正月らしさなど微塵もございません。がこの一光を土地の地頭友の太郎時信が館へと招いてくれた。いやいや、よーこの友野の庄へ来てくださった。さようでございましたか。その夜、この時信の家の裏庭で念仏称名会が執り行われ、時信の家の子老頭一遍ら八人男女合わさったその称名の声は不思議な調べを含んで友野の庄へと響き渡っていったと申します。一人は道に落ちたる瓜の皮を取り集め獄主に与えき、当時道端に死人は数知れず葬ってもらえることもできず、またその脇にはあと何日かという虫の息の人もございます。こういう人に瓜の皮の端っこのところでもまだ水分がある、栄養が多少ある、これを水に洗って薄く食べられるところを分け与える、これはインドでマザーテレサがやっていた行為でございます。まあさすが一平、これが時はすぐにはずいっと前に進み入れましたのを牙の侍がタッタッタッやってまいりますと、無礼者下がれ道を開けろ、ピシッピシッと一辺たち一行を鞭で打ち据え、うっと倒れかかりまするのを後ろから、ま一声かかりましたのが時宗でございます。何故に鎌倉へ入り、鎌倉へ入って名声を高めたいか。さようではござりません。鎌倉の主上にこの念仏札を渡し、法を伝えたいと思っております。人々が安心を得ぬは
祭りごとが正しからざるがゆえよって一遍この札渡したいと思っておりましたところへ今執権殿がこうしてお見えになった。これはまことに出場札を掲げましてずいっと前へ出る無礼者。周りから警護の者たちが一辺を打ち据える。太刀の侍がバラバラバラッと一同の周りを取り囲みまして、相手から奪い取りました杖でもって肩口からビシッと地べたへ打ち伏せた。天に口なしといえどもたちまち伝わる人の噂と申します。語るなと人に語ればその人がまた語るなと語る世の中、その世の野宿の場所を用意しております一辺たち。この小袋口のちょっと外の小高い丘の上に今宵の宿をと思っておりましたところへ、鎌倉府内の主将が次から次へと集まってきて、もとにかくとにかくこの飯を食うてくだされ、もう今晩の食事を少しでもと言うてみんなで集めて持ってまいりましたから、なあ頼みます、話を聞かしてくだされ。私どもは文字は読めませぬが聞けば分かりまする。分かった話を子や孫に伝えていきとうござりまする。ふと気がつけば大勢の人が周りに集まってくる。それはここにいた避妊小食雷病を病む者たちばかりではございません。腰越の漁師もいる、公家沼の農民もいる、鎌倉からは侍もやってくる、多州の僧侶たちもやってまいります。これを遠くながら見て高貴な婦人も腰に乗ったり海から船に乗ったりして駆けつけてまいりました。ここにこの札に書いてあるこれが南無阿弥陀仏だ。ああこれが字か、これが南無阿弥陀仏か、それ逆さまだすみません、分からねえからこれ貼っといて、これで唱えました。唱えよ。その度に心が柔らかくなる。そうするとな、人に親切にしたくなる。人に親切にしたくなればこの世が楽な世になってくるのじゃ。そうか、この世が浄土のように。ああ、なるほど、そういうことか。いや、こんなに優しく教えてくれるのは一辺さんか一流斎晴美だ。人の世は生まれ変わり死に変わり、親が異なり子が親となり、敵が味方となり味方がまた親となり、繰り返し繰り返し苦しみ悩み続けるのだ。そう、わしは衆に従うため家を守るため、親に従うため戦に出る。戦に出ては人を殺す。その度にこの苦しみに悩むのだ。踊るなどという、踊りながら念仏を唱えるなどという、そういうまやかしで癒される苦しみではないわ。捨て果てて言わなき者と思いし、寒さ気ぬれば風そいし身にしむ。異行寺由来の一編のお話、これにて読み終わりでございます。